皆さんこんにちは。コミュニケーションアイカフェ、みどりコーチに聞いてみようのコーナーです。今日もよろしくお願いします。寒いですね。そうですね、なんか天気もあまり良くなくて、ちょっと雨降ってくるんですかね。いつまでこの寒さが続くのかねえ、まだ少し、寒い時期が続くかと思うんですけども、インフルエンザも流行ってるみたいなんでね。今日は収録で、2月の13日月曜日、収録してます。で、放送は明日の10時。明日ですか。明日なんです。明日、そう、バレンタインデーなのでね。そういえば前回にね、ご覧になった方がね、じゃあ次回も、見ますって。バレンタインだから、彼女ができてなければ見ますっていうコメントがありましたけど、一緒に見てください。そうそうそう、ねえ、一緒に見てくださるといいななんて思ってますけども。なるほどなるほど、ちょっと今ちょっと、ピンときました。ピンときちゃった最近結婚相談所とかで、ちょっと講演っていうか、ちょっとミニセミナーやらせていただくことがあって、はい、そうですか、はい、ちょっと今バレンタインです。バレンタインもね、今ね、そうですよ。なんとなく日本中が盛り上がってるかもしれませんね。浮き足立ってるかも。巷に行ってないんで、私も全然ちょっと縁のない世界なのであれですけど、でもやっぱりね、デパートとかでもうコーナーはしっかりできてるし、で人もわーっと多いですしね。で、だから今はどうなんでしょうね。女の人が女の人に送る、女の子同士で、友達同士で送り合うみたいなのが流行ってるっていうのは聞きますけど。そうですか。以前はね、よく自分で作りましたけどね。自分でチョコ、手作りチョコね。凝っちゃってそうなんですか20年ぐらいかな。そうなんです。そうか、手作りチョコね、あんまり私はいや、あんまり上手じゃないのでね、やってるうちに、ああ買った方がいいよね。でも手作りは別に上手じゃなくてもよくて、もういつもワンパターンだったんですけど、こうなんていうの、こう板にして切って、それパリの石畳っていう題名つけて、ほら石畳って、もう不揃いじゃないそこ不揃い、不揃いですか。でここはパウダーをまぶして、不揃いを良しとするという。ああなるほど、アイディアですね一応レシピにあるんですか。ありますね、教えてもらってて。ああそうなんですか。皆さんどうでしょうか、チョコを手作りした方とか、もう買いに走ったとか、あ、もらった方とかね。私なんか思うんですけど、あげる時に思うのは、男の人ってなんか甘いものはあまり好きじゃないんじゃないかなとか、こう勝手に想像して、こんなのあげたら迷惑じゃないかなって思う時ありますね。どうなんですか ねとりあえずもらったら嬉しいのかなって。なんか物自体よりもらえることが承認なんですかね。それも一つの承認ね本当そうですよね。承認のチョコって重要ですね。いや、承認チョコは私割と配りますよ。私2月はいつもバレンタイン月間と自分で勝手に、すごい決めてて、男の人に会ったら必ずチョコをあげるようにしてるんですよ。すごいですね。高いのじゃないですよ。で、みんな気にするんですけど、だから義理チョコといえば義理チョコだけど、2月に会ったら時期のものだから、季節のものなので。そういう風に捉えた方がいいね。どっちかというとなんか義理チョコっていう言葉があんまり好きじゃなくて。あ、そうですよね。なんかもらいたいんでしょとか、あの人にも配ったからこの人にもっていう、そういうのがギリチョコみたいだけど、その2月に、会った、会う旬のものってね、すごい、なんかそんな感じで、喜んでくださってるかどうかわかんないですけど、はい、どうなんでしょうね。いろんなドラマが繰り広げられているんじゃないかと思うんですけどもね。でも昨日
武田研究会に、はい、ご一緒したんです。あの古事記、こちらこそ、あの古事記を勉強する会で、武田恒康先生がね、あの名古屋までわざわざ来られて、教えてくださるんですけども、まあ、その中の話で割と盛り上がりましたね。割とっていうか爆発的に盛り上がり爆笑に次ぐ爆笑みたいな。うん、上手ですよね本当に。そうですね、ユーモアたっぷりで。そうですね、なんか劇団の人みたいな。あ、でもね、あの武田先生は高校生の頃からティベート部かなんかの、あ、まあ、ちょっとそこまで詳しくわからないんだけど、それに関しての訓練はかなり受けてらっしゃる、なるほど、うん、と思いますよ。まあ、もちろんもともとねお話も上手だったり、うん、慶応のあの大学の講師でもいらっしゃるということもあるし、うん、だと思うんですけど、でもテーマそのものが面白いですね、話以上に。ミャンマーの話とか、まあ、あの時事問題的なお話もあるし、それから日本古来 その文化、昨日は国酒でした ね、お酒ね、お酒の、まあ、そういう話とかあって、なんか印象残られたことってありました？お酒日本酒大好きなんですけど、あ、そうなんですね。あの昨日先生の話聞くまではやっぱり酔いが次の日に残るっていう印象が勝手に思い込みがあったんで、一泊でどっかに行くとき、温泉とか、うん、一泊に行くときとか帰りを考えなくていいときは、うん、あの日本酒飲むんですけど、やっぱりなんか控えちゃってて、あ、うん、私は全然飲めないし飲まないんですけど、うん、そういう話はよく聞きますよ。ね、日本酒だと後に残るからとか、うん、なんだろう、ビールと次に日本酒だと悪酔いしちゃうからとか、うんうん、そんなもんかなと思ってたんですけど、違いましたね。違いましたね。ね、安い酒だったからみたいな。いや、あの先生の話をこう要約しちゃいけないかもしれませんが、どうもなんか戦後、戦争中からか、うん、戦争中にその日本酒の原材料が大変に不足して、で科学的にまあ混ぜて、あの作ってもいいよっていう、まあそういう法律ができて、でそれが未だにずっと残ってるために、どうしてもそのまあ、大量生産で作るお酒、まあ、それは安い、結果的に安くなるしみんなも飲みやすいんだけれども、そういうその科学的に作られたアルコール分がかなり入っているので、まあ、結果それをたくさん飲むと悪酔いしてしまうという話でした ね。だから、うん、本当のお酒を飲んでないってことですよね。そうですね、まあ、よほど高くないと、じゃあ日本酒ってないってことですか、ね、日本酒って、あの聞いたら、昨日聞いたら1本2万円とかするお酒もあるんです。2万円でした、あの昨日見たら、あの、あの酒造さん、うん、何酒造でした、亀岡酒造さんのネット見たんですよ、はい、ってそして銀河鉄道、銀河鉄道飲みたいなと思って、うん、シャーベットで出てくるってやつですね。やっぱりすごいお高くて、うん、180ml だったらちょっと買えるかなぐらい、うん、180ml、うん、だから 1.8 リットルじゃないんですよね。 1.8 リットルは一升でしょ、だからそう、その10分の1、うん、そうだから一番少ない単位が3000いくらだったかな、 180ml、そんな高いんですか、うん、でもあの昨日のあの工程を聞いたら、そうです ね、製造工程聞いたら、うん、はあ、確かにってですね。いや本当にあの武田先生はその日本酒と言わずに国酒とおっしゃっているんですけれども、これは国語に通じるんだって言われてて、あ、なるほどなって私も思いました。でその、まあ、亀岡酒造さんはあの日本で最も高いお酒をあの作ってらっしゃる、いや高くして売るっていうんじゃなくて結果高くなっちゃう、ね、結果高くなる。で、まあ、あの武田先生はたまたま そこであのお酒を作る、武田研究会で、お酒を作るという、まあ、経験をなさって、そのことをあの話してくださったんですけど、もうその工程を聞くと、もうそんなに手間がかかってるのというでした ね。あのそのお米作りからずっとつながってるっていうのが、昨日初めてやっぱりそうですね、
いや確かに分かってるんですよね、うん、だってあのお酒、あの日本酒の原料はお米だよって、うん、いい水がないとダメなんだとか、いいお米がないと美味しくないんだなんて知識的には聞くんだけれど、断片的には知ってるんだけど、なんだろう、こうしっかりとその出来上がったお酒にその姿がこうイメージできてない自分がいるというか、伊勢神宮とか行っても何見てた、何をね、こう何も分からずに参拝してたんで、非常に日本の文化は深くて、で全てがつながっているなというのを毎回参加して、気づくんですけど、あのうちのその、ま、神社っていうのはやっぱり家の中に氏神様とかありませんでした、うん、っていうか、そういううちも結構ありますよね。うん、でそういうのも古いっていうイメージしかなくて、なんて言ったらいいんでしょう、こうもう神様をこうあにお参りをするっていうのはある意味その過去のことのような、うんうん、イメージもあるじゃないですか、そうだとは言える、もう過去で捨てるというそういう意味じゃなくて、非常に古い概念を今でも私たちは踏襲してるよねっていう感じで、今私たちがじゃないんですよ、うん、今息づいてるものじゃなくて、一応やることなってるしとか感じなんだけど、もう昨日のその武田先生の、まあ、お酒作りの話をお聞きした時に、いや全然もう今なんだっていう感じがしました、うん、私は、ね、うん、もう今こそって感じですよね。ですね、いや感謝ってこういうことを感謝というのかという感じですかね。あのご飯って一粒のお米に88の工程があって、であの全てのその工程を経ないことには食べれないんだから感謝をしなさいってよく言われてたんですけど、まあそれも一つのなんかこう偶話のような風に、小さい頃はそれもそう信じてて、もうだんだんとなんか工業化が進んできているというのもあると思うんですけど、でもその武田先生の話の中であったのは、まずは神様に出来上がったお米を備えるんだと、で、塩を備えて水を備えて、で出来上がったお酒を備えると、お米で作ったお酒を備える、でそれはその作ったものをありがたいというよりも、作らせてもらって、その環境を整えてくれた神様に対しての感謝なんだっていうの、なんかこう文字的には分かってるつもりだったんですけど、昨日やっと、もうこの年になってやっとという感じが恥ずかしいですわ。よかった、生きてるうちで。いや本当にその環境って、今環境問題で地球に優しくなんとかしようとか言ってるけど、本当に傲慢な話ですね。で神様がね、美味しいお酒が飲んでくださって、うん、よしよし美味しくできたな、じゃあまた来年もね、いい環境を与えるかみたいなね。なんかあれがワインだったら違う感じですよね。そうですよね。いくら美味しいとかいくら高いとかってそういう価値観じゃないですよね。まあ、そういうことでね、ちょっとあの話長くなっちゃいましたけど、武田あの研究会っていうの毎月開催されていて、今もう全国で、開催で、名古屋も毎月やってますのでね、興味のある方はよかったらぜひお近くの武田研究会に行ってみてください。あ、プラス名古屋の方では古事記を勉強してるんですよね。で古事記をちょっとあのどれぐらいでしょう、1時間弱ね、あの講義を受けたんですけど、少し横山講師はそこで今回初めて、ね、あそうでしたね、なんかですね、やっぱりずっと気にはなってって、古事記がやっぱり自己実現のサポートっていう、コーチングの仕事をずっとしていて、そのまあ私が今現在たどり着いてるのが、その方の中にあるビジョンを引き出すっていう、
目的で今やってるので、その自己実現ビジョンってすごく未来の、未来に あるように思えるんですけど、実は本当に自分の生きてきた後ろを振り返ったそこにできているものが、その延長線上に自分の自己実現があるし、その道をずっともうずっと振り返るとそこに本当に日本ができた、そのつながってるわけですよね。その日本ができたその神話っていうか、そのものが書かれているのが古事記なわけであれば、これはを知らなくて、この未来は語れないんじゃないかなとか思い出して、そうですね。特にどんなところが印象に残られました？はい、昨日の印象ですか、神様たちがそれこそ面白い、そうですね。で、最近気がついたんですけど、私自分の口癖、面白いってすごいしょっちゅう言ってんですよ。ああ、そうですか。それはなんかこう、なんていうのかな、口癖って結構ポイントで、普段言ってる言葉が結構その、いつも難しい難しいって言ってる人とか、苦しい苦しいって言ってる人とか、それ通りになってるっていうかな。面白いっていう言葉をしょっちゅう言ってることに気がついて、面白い人生にしたいと思ってますけど、あの神様たちはちょっと友達になりたい。いや、そうですよね。いや、神様の話なのって、私のその初回からずっと参加しているんですけれども、本当神様って、いや、武田先生もおっしゃるんですけど、人間的ですよって。でも、もう自分たちとなんか変わらないんじゃないかと思う部分があると、感情も豊かだしと、もっと私たちより人間的なのですね。そうですよね。いや、本当に昨日はお兄さんが一番末の弟を殺すという、それは自分が求婚したプロポーズした相手が自分の兄弟、たくさんいる兄弟の一番末っ子の、もう本当になんか荷物運びなんかやらせてるようなそういう弟を指名したから、弟に取られちゃって、それで激怒して、もう一回殺しただけじゃ飽き足らず、また生き返ったところをまた殺すというんですね。なんかすごい場面だったりとかね。またそれでちょっと狙われるからって言って、お母さんにかくまってもらって、で、まあ、知り合いの人にかくまって、人っていうか神様に、知り合いの神様にかくまってもらったけど、そこまで追いかけてくるんで、これはいけないだろうっていうんで、またさらにすごく偉い神様のところにちょっと旅に出て、そこに行くと、まずすごく素敵な女性と出会って、一目惚れするみたいな、ね、それがひおばあさんなんです、ひおばあさん実はまあそこはね、本当に今例えば小説とかそういうね世界で作ろうと思っても作りきれない、その枠がない、常識がないの、常識の枠を超えてますよ、だから常識っていうのはもうあくまで人間が作ったものなんだなっていう感じしますね。面白いですね。面白い。だからこうじゃなきゃとか、本当にもう本当になんかもうこうなんか縛られてるね、現代の、そうですね、人たちに神様をちょっと見習うっていうか、それはね、本当見習うのは難しいけれどちょっとこう枠をね取り外すっていうのかな。例えば今はもう年齢差がすっごいある結婚なんてものすごい話題になるじゃないですか、この前加藤茶とすごい45歳とかねあれなんかも言われて、まあ男性が年上で女性が若いっていうのは、まあこれはまあそんなに長いわけじゃなかったけど、最近はこの女性の方がすごい年上で、で若い人と結婚するとまたそれはそれで話題になって、ああだこうだと言われますよね。でそういうのも私たちがこう今まで、枠として何か作り上げてきた
もの、それで縛られちゃって、ね、ガチガチになって、それで私っていいの、私ってこれじゃいけないんじゃないとかいうふうに自分をどんどん責めていってるんじゃないかって気しますね。します。もういくつになったらこうあらねばとか、うん、こんな年になってこんなことしていいのとかいやありますね。いやさっきもそういうこと言ってしまったなと思って、はい、神様たち何にもないですよね。ないですね、と思うがままなんですよね。思うがままでいいのかなって、まああれは神様だから許されるのかなと思いますけど、何なんでしょうか。でも寿命がないくて、うん、ね、うん、寿命がないわけだから、うんうん、でも私たちも勝手に寿命を決めてるかもね。そうですね、本当にね、うん、明日だってもう今日帰り道に急に急死する人だっていると思うし、ね、で何回も危篤だ危篤だって家族呼び出されてるのにまだね元気とか、あるいはあのがんと告知されてもね元気になる方とか、途中病だけわからないもんですね。だからもうがんって言った時代あの聞いた時点で、うん、あ大変だと思う人と、あ治りますからって思う人と、うん、全然違っちゃいますよね。うん、そうですね、やっぱり思いの力っていうんでしょうか、うんうん、でもそのビジョンとか自己実現とか、うん、そういうところにを、うん、まあサポートされてるわけだけれど、あのそのサポートしてる人、サポートされる側の人を見ていてどうですかね。なんかこのビジョンを妨げているような何か思考とか行動とかってなんかありますか。思考はこう、行動は思考のもとにこう、うん、あの出てくるわけなので、うん、思考でしょうね。思考の、思考ですね、考え、うん、思考の癖がもうあのパターン化してるので、うん、その固定概念、思い込み、あ固定概念、うん、信念になっちゃってる人もいますから、うーん、信念、この信念があったからこそ、うん、ここまで来れたんだっていうことを、うん、一緒に祝福して、うんうん、でその信、うん、だけどこの信念は、うん、今日から未来に持っていきましょうかどうしましょうかっていう、もっと新たな信念を持つのか、うん、信念をさらにその進化させて、うん、バージョンアップですよね、うん、バージョンアップするかどうかを話しますね。なるほど、一旦そこでこう区切りをつけるというか、まあ認識するということですよね、うんうんうん、多分それを認識しなかったらその思考に癖があったとかも気づかないので、どうしてもこうイメージがその癖のになってこう絡め取られるというか、そうそうそう、でこう同じことになってしまうのを、まあその癖をまあどうしましょうと、うん、選んで、うん、まずその癖は、うん、癖で、うん、あの今までね、うん、付き合ってくれたんでそれを、まあ、あのありがたく、うん、こう見て、はい、でそれを置いていくか、うん、未来に持っていくかっていうことかな。うーん、なるほど、うん、そういう点ではやっぱり神様ってね、自由ですね。そうですね、うん、そんなこと考えないんですね。思考の思考してるんでしょうかって言ったりしてどうそんな失礼な、うん、ねえ、あんまり考えない、考えないなんか ゆるやかなゆるゆるっていうか、うん、でもあの今さっきのその古事記で出てきたその弟、あれはあの殺されちゃう弟は大国主の御子なんですよね、うんうん、最終的に名前が変わって、でまあ全部は読んでないんだけれども、大国主の御子って言ったら要するに国をまああの司るというのと変だけれども大変に力のある神様というふうなことですよね、なるわけでしょ、ね。でもその神様は不思議なことにあの暗殺されてるんじゃなくてどこのことをあの殺されるような場面に行って殺されちゃうっていうパターンで殺されてるんですよね。で本当に何にも自分であまり考えないタイプなんですよ。 そうなんですよ。それでこうでしょ、うん、あの人に委ねて、うん、なんかこう
委ねて委ねて、うん、あれよあれよっていう感じですよね。そうですよ、そうなんですよ。殺されるのも委ねて殺される、で生まれ変え、あ、そうか、生まれ復活するのもひょこんと、うん、周りの、ね、人に助けられ、うん、神様に助けられ、うん、そのコントロールのなさがいいっていう、うん、全くね思考してないって感じしちゃうんです私ね、失礼だけれど、ただそこって本当に大事な資質なのかなと思ったりもしましたね、うんうん、私も今こそあの生き方だなと思いました。あ、今こそ、うん、だからずっともう本当に自立がいいとされてきたじゃないですか、うん、私たちも肩パッドの入ったああケットを着てあったあったね、もう男性さながらに働くみたいな、うんうんうん、そうですね、リゲン飲んでみたいな20時間働きますってやつですね、懐かしいね本当だけどそんでもっとふわっとその、うんうん、あのみんなの力を借りて、うん、あの本当にいけるんだよっていう、うん、それがいいんだよっていうことなのかなと、うんうん、まあ、神様もいろんな個性があるから、うん、どの神様を手本にするかそれぞれだったり資質も違うと思うんですけど、うんうん、あれでも、え、国を治める神様になっちゃうわけみたいな、そのスタート時点がね、まあ、この後苦労して知恵がつくのかなと思って見たりしてますけど、でもなんかその根本の部分、相手を信用してしまう、全てを、それからでも一回殺された相手なんだから、もう喋りたくもなかったり顔も見たくなかったりもするのに、やっぱり言うと、ね、のこのこ、のこのこな、殺されに行っちゃってね、うん、恨まないとか、恨みとかないんじゃないですか、恨みとかないかもですね。でもお兄さんたちは、そっか、そう、お兄さんたちはね、とことんもう殺すと決めたらもうどこまでもって感じでも、ね、そのお兄さんたちを差し置いて、うん、大国主の御事になっちゃうんだもんね。そう、それにやっぱりすごい美女で求婚してた相手は、うん、その弟を指名するわけだから、そう思うとすごく大事な資質なんだろうなっていう気がするんですよね、うん、そう、やっぱり恨みとかね、なんかもういつまでも長々とね考えてるっていうのは良くないですよね。結局自分に返ってきますからね。そうですね、なんかそういうものもねちょっと学ばせてもらうような感じしましたけど、もしかしたらあの自己実現とかビジョンっていうのはなんか自分の中の巣にある巣のものってあるんじゃないですか、うん、なんか傾向性というんだろうか、うん、もうそこは自分の行きたいところが分かってるから、うん、考えなくてもそっちに向かっているから、うん、素直に従うっていう感じもいいのかななんて、うんうん、いや本当は分かってて、もうそんなの何やってんの、もうやそんなつまんないことをやめなよって言われてもやり続けちゃうこととかってあるんでしょう、うん、ありますね、うん、だけどそういうことに蓋をして割とその、うん、みんながやってることをやるとか、うん、そういう風になってきちゃってるから、うんうん、そうですね、それはやっぱり自分らしいビジョンとかにはちょっと寄り道になっちゃうのかな、うんうん、止まりになってしまう感じですかね。そうか、まあ、いろいろね神様の話なのに気づくことが多かったんですけど ね、皆さんもよかったらぜひ古事記も学んでください。あの有名なあの、まあ、これ武田先生がねいつも言われるんですけど、あの言葉として神話のね滅びた国っていうのはもう100年以内に滅びている、その民族はということらしいので、でもなんか分かるような気しますよ。だからその国の神話が古事記であり、私たちの自分の神話っていうのを作るのがまあビジョンクリエイトかなと思うんですよ、ね、その自分の神話のベースにはその古事記があるのかもしれないなと思って、そうですね、あの神話とか全ての話っていうのは、まあ、今でこそ
こう本ができ、まあ、簡単に書物っていうのが配布されてたり、もちろんインターネットのこういう電子版もね出てきているけれども、そういうのがない時ってもう全て口伝え、ね、そうですよね、伝承ですよね、うん、私そこもね大事な気がするんですよ、うんうん、あの要するに活字で表現できるものって知れてるので、まあ、活字から想像を巡らすというのもあるんですけど、でその非言語表現の部分が含まれている語り継ぎというのは大変こう大事なものかなと思います。うん、そうだ、あの4期生のねビジョンクリエイトの4期生の時に、後半の方、1年の後半の方なんですけど、うん、私のその歴史っていうのを口頭で、うん、語ったんですね。で、多分あのアシスタントに入ってくれてる方が、まあ、うん、一応こう聞き役でみんなもいて、うん、10人で一応質問とか途中で私が途切れたら質問とかしてもらって、うん、私のそのストーリーをずっと語っていったら、結局私の話を歴史を聞きながら、うん、自分の中にあるものが共鳴してくるんですよ、ね、で自分の神話とつながるみたいな、語ることで、うん、もう何か増幅してくるものというか引き出されるものがあるんですね。何かこうつながるっていうのかな、あの私の体験を話してるってみんなは聞いてるんだけど、その人の体験ストーリーを聞くことで、自分の中にあるそのストーリーがなんか動き出すっていうのかな、それで忘れていって、もう潜在意識のすごい深いところに入っちゃってたものがまた出てきたりして、うん、私は私でまた喋ることで、うん、みんなが聞いてくれることで思い出してっていう、すごいそのなんかね面白い共鳴の連鎖が面白かったです。うん、あ、そうですか。それはもう読むだけではとても出てこない効果ですよね。あ、うん、ね、そっか、語るって大事ですね。なんか楽しそうですね、そのビジョンクリエイトは。楽しいんですよ、うん、そっかそっか、はい、今はあの、うん、初心者向けのコーチングの講座をやってらっしゃるんですよね。あの、それはなぜそれをやることになったかっていうと、うん、あの2つありまして、そのビジョンクリエイトをあの、いや、はい、いや、要するにあの10人の仲間がこう引き出し合いながら、うん、話を聞きながらあのやっていくには、やっぱりコーチングの基本的なその話を聞くマインドとスキルがあると、うん、絶対的にその引き出すあの量と質が変わってくるっていうことで、うん、まずあの聞き方とかね、うん、それからあの質問の効果的な仕方っていうのを知っていただいてからビジョンクリエイトに入ってくれると、うん、すごいあのいいなと思ってこれをあの始めたんですけど、あの始めますよっていうことで皆さんに伝えるとですね、あのコーチングって知ってるけど、一、うん、回本は読んだけど、一、うん、回セミナーは受けたけど実際使えてないっていう人がすごくいっぱいいらして、うん、そうですね、あ、そういうニーズもあるんだなと思って、うん、それはあると思います、で、あのコーチングの講座といってもあの、まあ、論理的な展開、まあ、もちろんちょっとワークはするっていうのも、うん、ワーク重視でやるとなるとすごく時間がかかるので、あまり短時間しか受けたことがないという方は実践的ではないケースがとっても多いと思うんですね。私はあの横山コーチのね、あの講座を何回か受けさせていただいたんですけども、あのもうずっと何度も何度もあの対話を通じてでやらせていただいたので、本当に聞くということがすごく重要だなっていうのも実感して分かったし、毎回ね違う方と組んだりすると、そうですね、聞き方も前はうまくいったけど、うん、あれ今日はちょっと違う、ちょっとっていうね、工夫が出てきたり、そうですね、で聞き手がいいと話しやすいっていうのなんですよね。ここは本当に聞き手次第ですね。聞き手は重要なんですよね。うん、だからあの案外コミュニケーションでつまずいてる方というのは、あの自分が何を言おうかっていうことを一生懸命考える
傾向があるんですね、うん。まあ、プレゼンでもしっかりですけど、プレゼンも人に皆さんに聞いてもらわなきゃいけない。どう喋ったら人の気持ちを引きつけられるかっていうのに一生懸命なんだけど、もちろんそれも大事なんだけれども、こちら側が聞くっていう姿勢の何かこう引き出しを持っているっていうのすごく大事ですね、うん。やっぱり聞いてくれる人が体制なのかっていうことは相手もやっぱり敏感に感じますしね。で、今はどの程度進んでらっしゃるんですか？今度またあの、うん、1回目が終わりまして、1回4クールなんです、はい、あの1クール4回なんですけども、ね、コーチングの概要と、聞く積極的傾聴と効果的な質問法と承認っていうこの4回で1クールなんですけど、この間終わりまして、今度3月9日からまたスタートします。はい、金曜日の朝のクラスと木曜日の夜のクラスっていうのがあります、はい。じゃあ2クラス、あのお昼と夜とで、で、まあ、ご都合のいい方 の、 こあの、クラスに入っていただいてということですね。まだ席はありますね、はい、はい。来月ということなんで、スタートが1回2時間半です。2時間半で、はい、はい。場所もとってもいい、便利なので、いいとこですよね。いいとこです。新坂駅降りて徒歩1分ぐらい。そうですね、はい。分かりやすい上に非常に行きやすいという、はい、あの新坂、名古屋市の新坂駅からすぐで、あの芸術創造センターのちょっと手前ですね。はい、あそこまで行かないという、本当近いところですよね。申し込みはあのあホームページの方からでよろしいですかね。皆さんぜひあの使えるようになってください。コーチング使えると本当にもう便利というより落ち着いて話ができますね。あ、そうですか。なんだろう、ドキドキしなくて済むってだと思いますけどね。要するに余裕が生まれるんじゃないかと思うんです。コミュニケーションに、あの私あの英語とかね、もちろん、うん、あのこれからもっとどんどん必要になってくると思うし、うん、他国の言語、あのそれと同じぐらいこのコミュニケーション の、うん、あの方法っていうのはあのも使えるとね、あの、うん、外国語を一個喋れるぐらいと思ってるんですよ。そうかもしれません、はい。会話を本当にデザインできるし、うん、今喋ってることを別の言い方があるってことに気づくだけで、うん、あのすっごい幅が広がると思うんですね。そうですね、あの外国語って、うん、あの言葉が難しいのと同時に異文化だからっていうところも、うんうん、まあ、2段階あるじゃないですか、うんうん。でこれって異文化って日本語の中でもあるんですよね。異文化だらけで、であの実は外国人と の、 にあの日本語の会話、外国人同士の英語の会話の方があの的確に実は伝わってるんですよ。なぜかというと、その相手の文化がわからないって前提に立って、わからないからもっと説明しようとか、もっと丁寧に言おうっていう配慮がすごく過度に行われるので、であのできる限り核心に近い言葉であの話そうとするので、案外とすごく大きなすれ違いはないんですよ。わかんないっていう利益あるんだけれど、うん、でもあの同じ言語の中でこそ思い違いとか行き違い誤解、もうそれは勝手な思い込みで、ね、日本語わかってるでしょみたいな、でもだろうですよ、ね、同じ日本人だろうというなんかもう完全絶対に文化が同じっていう前提に立ってしまった時に行き違いが非常に多いですよね。だそういったものを、まあ、超える一つの、まあ、一つの視点作りかなって私はもう本当コーチングを勉強して思ったんですけど、うん、ただ何々してほしいなっていうのをダイレクトにあの伝える言い方もあるし、うん、同じことを伝えるのに別の言い方はないだろうかっていう考えるだけでも違ってくるので、うんうん、でね、まずこの人にはっていうとこですよね。一人一人に合わせてね、それをまた観察するというのも大事になってくるから、やっぱり聞かなきゃいけないしっていうね、まあ、そういうポイントなんかを教えていただけると、はい、じゃあ
皆さんよかったらこの知っているから使えるということで、まあの知ってもいないっていう人もいいんですかまだ初めて言うっていう方でもいいんですよ。ウェルカムですね。もう一から丁寧にっていうやつですからあのゼロの方も OK なのであの聞いたことはある程度もう全然 OK ですしね。あ、そうですね。親コーチンと間違っちゃってもいいです全然違う話なんですけど、あのパソコンでコーチングって入れるとコーチンとグって出ませんもう最初はもうそうやって出ていつもね、どういう、 こうパソコンコーチング知らないのかなって思ったんですけど、コーチン名古屋コーチンとグはい、まあ、そういうことでね、皆さんよかったらということで、まあ、今日はあの、まあ、ちょっとビジョンのね、あの自己実現のための思考の癖みたいなところを、ね、話をしていただいたんですけど、ちょっと雑談っぽくなっちゃいましたがどうもありがとうございます。皆さんも最後までご覧いただいてどうもありがとうございます。あ、そうそう、あのそうです、今月逆転しちゃったんですよね。いつも金子さんがあの最初で、はいはい、その月の初めの方で、であとが横山コーチだったんですけども、あの展覧会のスケジュールの都合で実を言うと、う今度は何が、あ、今度はあの名古屋市美術館のベン・シャーンっていうあの社会派の作家、それこそ聞いたことあるけど知らないまあ私もその連続なんですけど、うん、昨日もね金子さんと話してて、いやあのいや展覧会も行ってたけど、やっぱこうやって話をしたりってなるとすごく勉強もあのじっくりすると、今までもバランバランに日本画やりあの洋画あり、うん、まあ、テーマ展とかそれからあの現代アートとかっていうのをそれぞれやっていくと、もうすごくつながってくることがあると。でそのつながりが絵の世界だけじゃなくて、あの社会との、社会の動きとその画家との関係性とか、ものすごくそういうものが浮かび上がってきて面白いよねっていうことで話が盛り上がったんですけどね。立体的になりますね。もうすごく不思議なんですけど、まあ、私なんかまだまだあの知識不足で、まあ、知識とかそれからまあ経験とか、まあ、そういうものを吸収してる状態ではあるんですけどもね、またそこに金子さんの解説が加わって大変勉強になってますが、まあ、社会派の、画家で、どこの国ですか？アメリカの、はい、で、この前のポロックと同時代の画家でも全く違う路線を行ったっていうことで、有名ではあるんだけれども全然道の違うタイプの、画家だそうですよ。まあ、今あの名古屋市美術館でやってますから、よかったらあのご覧になられて、で、第4週目 の、 あのコミュニケーションアイカフェ水曜美術館ですね、金子純子の水曜美術館をご覧いただければと思います。ということで、あの今月はあの横浜コーチで、次週、あ、次回が、金子純子の水曜美術館ということです。最後までご覧いただいて本当にありがとうございます。ありがとうございました。ではまた、はいはい、またありがとうございます。次回はもうちょっと春ですね。あ、そうです ね、ちょっと暖かくなってるといいですね。はい、どうもありがとうございました。皆さんありがとうございました。バイバーイ。